言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。BMSG フェス23の応援上映ね、見に行ってきました。海浜幕張のユナイテッドシネマズで見に行ってきまして、時間としてはね4時間以上でしたね。4時間半弱かな、そのぐらいやってました。ちょっとカットされたところとかもあったと思うんですけど、なんでしょうね、例えば新曲の下りとかだったりするのかな。まあとにかくね、ちょっとカットがあるとは聞いていたので、ただどこがカットされたかっていうのはちょっと分かんなかったけど、さすがにね、まあそんな感じで見てまいりました。で、結構私も慢性的な寝不足だったりして、4時間、まあその時4時間と思っていたけど、4時間耐えられるかなと思ったんですけど、まあ結構ここ最近またそれなんで耐えられました。全然耐えられました。途中でね、何回も涙が出てね、涙が出たことによって目が潤うじゃないですか。で、コンタクトもしてるもんだからね、それがこう目に溜まったりなんかして、それでいい感じでね、あの天然の目薬的な感じになったりとか、あとところどころね、マジかっていう演出なんかがあったりとか、ここでこの人たちが出てきて、彼が出てきて、ここでは彼らが出てきてみたいな、そういうのとかがもろもろたくさんあって、そもそもが飽きさせない構成になってましたし、スカイハイがその映像で見るっていうことを結構推していたところもあったのが分かりました。完全にこの映像でも現地で楽しむのが一番だと思うけど、映像で見る形でも本当に説得力があると言いますか、そのために本当にすごく撮影とかをすごく工夫したんだろうなっていうのが感じられましたよ。で、それで結果全ての BMS3 アーティストの魅力が本当にふんだんに詰まっていて、全てがこういい感じで全員が輝く感じに本当になっていましたし、あの構成とかも含めて、まあおそらくあれですよね、スカイハイとそれから BFQ のケイスケさんとかが、ケンスケさん、ケイスケさんはあのスカイハイの幼なじみでノベルカー君のマネージャーね、うん、やってたんだろうなって気がするし、すごいなと思いました。撮影クルーもそうだし、まあもちろん出演者たちはね、アーティストたちはみんな当たり前だけど、あのスタッフから、おそらくカメラクルーから、全てが本当にすごいクオリティで、なんかあれをね、作り上げられるっていうのが、それだけでまずすごいなと思った。はい。で、映画館で、あれは 4DX のスクリーンなのだろうか、こうワイドスクリーン的な感じだったと思うんですけど、それで見ましたね。で、まああれですね、私はこの BMSG イーストの服を着ていきましたけど、まあイーストの服とかウエストの服を着てる人もいたし、 BMSG の服を着てる人もいたし、まあ、やっぱりそういう感じでね、みんな BMSG の関連の格好をしてきてました。あとね、あそうだ、途中であれなんですよ、画面が途中っていうか最初の方画面が乱れてたりとかしてて、で帰りにその映画館が帰るときに、前半映像を見られてすいませんでしたって感じで、なんか、無料チケットみたいなやついただいて、ただね、内容が非常に面白かったんで、確かに前半乱れていたんだけど、なんかね、画面のとこに、まあなんか衛星からこう、出力してるから、画面が乱れることもありますと書いてあったし、まあなんかそういうもんなのかなぐらいな感じで、結構のんきにしてたんですけど、まあでもなんかいただいたんで、せっかくなんでまたそこに見に行こうかなと思いますけどね、何かの映画をって思いました。うん。でね、あれですね、ショート動画であげたんですけど、大福とかね、もち米系とかそっち系のね、お餅を食べると、まあちょっと汚い話で申し訳ないが、まあショート動画ではそのまま言ってるけど、おしっこがね、出づらくなるんだそうでございまして、X で BMSG フェス現地に行った方々が話題にしていたのがあったんですね。はい。で、私もね、お赤飯を食べてから行きましたね。なんかお祝い事みたいな感じでもあるからね。はい、お赤飯とお蕎麦を食べてきました。炭水化物ばっかじゃねえかっつってな。はい。はい、そんな感じです。いや、炭水化物はね、安いんでね、うん、太るけど。はい。ちょっとダイエットもしなきゃなと思ってるけどね。はい。まあそんな感じで見に行きまして、そう。で、そうだな。ここまではね、ネタバレせずにずっと来れてるけどもね、まあ言うて、やっぱりネタバレはせざるを得ないことになると思うので、台本も作ってないから話したいんですけど、いろいろ話しますね。でね、まあ、そうだな。じゃあ、ここから先はね、あれですから、
内容についても触れますんで、まあ、私がこう踊っている間に触れられたくない方はね、ここで一回閉じてもらうといいかと思います。で、私がこのね、こうパーンとね、手を打ったら、そこから内容について触れますからね。はい。というわけでいきましょう。はい、というわけでね、はい。何をしてるんだろう。BMSG イーストと BMSG ウエストの、楽曲ね、二つ。はい、サン・イン・ジ・イースト、ムーン・イン・ザ・ウエストだっけ、ムーン・フローム・ザ・ウエストか、うん、そちらの2曲を最初にやってからの、まあそこからアーティストがそれぞれ出てくんだけど、ただ一人一人ずつ出てくって感じよりは、本当にこのタイミングでコラボ曲があって、またここはソロでやって、でもまた出てきて、あ、ここで彼が出てきて、こういう感じ。さっきもちょっと言ったけど、本当にBMSG アーティストの祭典なんだなと思いました。ネタバレとかを極力しないようにというか、ツイッターとかは見ないでやって、要するに見に行ったので、ある程度のことはね知ってましたけどね、うん。でもね、知らないところもあったりしたし、で、なんかね、私の動画でもこうなんか結構コメントで気を使って書かない感じにしてくれていた方々もいっぱいいたんだろうなって思ったりもね、ちょっと実際見てみたらね思いましたよ。うん、いろんなところで涙が流れましたが、そうですね、やっぱりね、一番最初はね、ヨロですかね。うん、まあザ・ファースト見てた方はご存知のね、まあ翔太くんのライブの時に、まああれなんすよ、まあ翔太くんが歌って、彼のライブも本当にすごいなと思いました。なんていうか、初期の方に多分ね見たことがあるの、渋谷でね。その時から多分翔太くんに関しては、そこから3回ぐらい見たのかな。抜群にレベルアップしていたし、新曲もね今後出すんですかね、あれも良かったっすね。そう、J-POP スターっていう楽曲ね、うん、あれ出すんですかね、あの感じね、いいと思いました。歌なんだけど、トラックとかはヒップホップ的な感じだし、あとその言ってみれば、ヒップホップのね、90年代後半から0年代の、まあ言ってみれば BE:FIRST のブンブンバックや、まあ、今回のイーストウエストの楽曲のあの時代にもつながる感じだけど、翔太くんのやつ歌なんだけど、内容はその自分自身の過去とか現在とか未来とかの話をしてて、トラックもそのヒップホップ的なものでも使えるトラックで、だからこうなんていうか、あれですね、ヒップホップ的なそういうニュアンスで作ってる曲だと思いました。うん、で、例えばなんかね、エミネムのところにいた OB トライスっていうラッパーが、ラッパーなんだけど、あ、まあ、ロックスターって楽曲、あれ、あ、いや、OB トライスだっけ、 OB トライスじゃなかった、すいません、ビザールか OB トライスかどっちか、ロックスターっていう曲を作ってて、ラッパーなんだけど、I'm a rock star, baby, 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 I'm a rock star, wow, 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 みたいな感じの曲があってね、なんで歌い始めたの、うん、なんかそういうニュアンスで、だからJ-POP スターっていう感じで翔太くん言ったので、あ、その辺なんだなって思ったりしましたね。うん、で、その流れでヨロで出てきたんすよ。泣きましたね。まあ俊斗くんとレイコくん、レイちゃんと大輝くんとルイくんですわ。で、翔太くんね、あれは泣きましたよ。まあ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 、そう、あそこで一回ね目線がうるっときましたし、ね、やっぱザストの出されるとね、無条件で涙腺うるむね。うん、ランレイもありましたから、そうそうそう、レイちゃんのライブがあってね、そう、レイちゃんのライブも非常に素晴らしくて、本当にデビューしたばっかりとは思えない感じで、ダンサーさんも男性女性一人ずつ従えて、あれは本当にね、 R&B スターになりそうだなと思いました。なんかだから翔太くんとレイちゃんの進む道っていうところも、なんかそこなんだろうなって気がします。で、ランレイもありましてね、言霊って僕は信じてるみたいな感じの、去年僕が言った言葉実現させちゃいますみたいな感じで、ランレイがありました。懐かしいの、ランレイズファンクですね。ザストの時のあれですよ。で、まあ、その他にもいろんな粋な演出がありましてね、あれですね、ニューチャプター、ちょっと飛んじゃうかもしれないけど、ニューチャプターも歌ったんすよ。多分ね、時系列にはなってないです。でも思い出しながら言ってる感じなんで、また配信とかでね、
見ながら語ることもあるかもしれないし、あのね、ニューチャプターの楽曲のところもそうだし、あのね、あとブレイブジェネレーションか、あ、ブレイブジェネレーションの話先にします。すいません、ちょっと話が前後して、ブレイブジェネレーションであのラン君が参加したバージョン、まあ去年の BMSG フェス22の参加バージョンのやつとかで、であのなんていうか、あのこっちを見ろっていうね、あのラン君の歌詞あるんですけど、あれ本来去年のやつだとそのラン君が歌った後にあのフックに行って、あの未完成未勝手みたいな感じのあのコア君の、今ノア君って言おうとしたなコア君のあのサビに入るけど、こっちを見ろで一回パンってあの暗転して、こっちを見ろでみんなラン君を見たら、後ろにマーゼルメンバーいて、うわってなった。うん、あれはやばかった。なんかね、そう、あの感じもすごくいいなって思ったのが、なんだろうな、なんかやっぱね、そのそれぞれなんだろう、マーゼル、BE:FIRST含めてなんか立ち位置とかにもすごくね意味がありそうな感じっていうのがすごく多くて、例えばレオ君は後ろからみんな見守ってる感じの立ち位置にいることが結構あったりとか、どんなんの曲だっけな、あのね、アイル・ザ・ショーターがあの先頭を切っていって、そこにみんながついていって、でレオ君が実はねその後ろであの見守ってて、後ろからあのシンガリを務めるっていう感じのニューチャプターだったかな、なんかそのシーンもあったんですよね。うろ覚えで申し訳ございませんね。あの感動しきりでございまして、うん、でなんかね、それぞれのアーティストたちの言葉っていうのもすごくいろいろ語っていたしね、あの翔太くんはその翔太くんの気持ちで、コア君はコア君の気持ちで、スカイハイはスカイハイの気持ちで、もちろんね、トレーニー陣、エディボーイ、そして BE:FIRST、 マーゼル、みんなそれぞれの気持ちを語っていて、あの私もだからあの基本ロックフェスで彼ら、まあ、BE:FIRST、 マーゼル、スカイハイを見る感じが多く、ただラジオとかでも彼らよく言ってるけど、やっぱロックフェスは初見の方も多いから、初見の方たちにあのアウェイな状態で確実に刺さる曲っていう感じか、そういう風に自分たちの存在を知らしめるっていう、まあ言ってみればそういうところなわけで、やっぱりあの自然とセットリストも変わってきますよね。で今回に関してはやはりこう身内というか、当たり前だけど身内ばかりなので、その感じでやっていて、だから結構ディープなことも語ってくれたしね、そこは本当にありがたかった。だからコア君のあのまあコア君本人が BE:FIRST、 マーゼル、ショータ、それぞれエディ含めトレーニー陣含め、あの自分が先輩だとは思っていなくて、一緒に夢を追う仲間だと横の列でっていう感じで思っているっていう話をしてました。ただ自分がその中でできることがあるとしたら、その将来スカイハイがあの何かすごい本当にでかいことになっていって、でその時にあの周りが何か言ってきた時に、あの昔から同じように彼はずっと言い続けてきたと、それを証言するために僕はいるっていう形の話をしてました。そう、なんかすごく素晴らしいなと思いましたしね。でなんか彼自身もね、こうなんかこうスカイハイの夢を叶えるためにっていうところの話で、そこの部分につながるんだけど、なんかどうしても私たちもね、あの BE:FIRST、 マーゼル、それぞれそうだと思うけど、やっぱ言うて BE:FIRST もそうだけど、スカイハイの夢っていうところを私たちは追っていて、それをなんか自分たちと同じというか、自分たちの夢であるような感覚で追ってる人もいると思います。あ、まあそうじゃない人もいると思うけど、だからその感じをコア君も持っているんだなというのも思ったし、そのスカイハイが MC で言っていたのが、自分はあのみんなから助けられる才能があるっていうところ、これなんかね、ルフィも言っていた言葉かもしれないけど、ただあの本当に、うん、そこの部分なんだなっていう、365日助けてくれているっていうか、助けられてるっていう話をしてた。そうだから BE:FIRST たち含めて、自分がスカイハイが助けたように思われているけど、そうではなくて助けられてるのは自分だって話ね。それをだから言える社長も素晴らしいと思うけど、信頼がつながっていないとそんなことはできないだろうと思うし、あとどこだっけな、あのね、あ、コア君のとこかな、あのコア君と翔太君のあれっすね、あのコラボ曲のところで、
あの翔太くんの友達っていうかあの歌いがあって、そう友達っていう時にスタッフさんがあの後ろにいてそっちを見てね、それでこうあの友達って言いながらそっちを向いて指もさしたかな、でそのスタッフさんがちょっとニコッとしながらこうねはけていくみたいな、ああいう感じで、ああやっぱ翔太くんそういう風に裏とかの人たちとも仲良くやってるんだなと、まあ、BMSG のみんなは基本的にそうだろうなと思うんだけどね、っていうことで、あとトークコーナーとかもあったけど、やっぱこれはやっぱり知ってる人も多いかもだけど伝えておくべきですよね。あの B フリーでした、あれありましたね。いや B フリーをね聞くのも久々でしたよ。あのねロックフェスだとムーブオンはもうほぼ毎回やるんだけど、まあ、B フリーはね初見の方向けではないですもんね。ちょっとこう言ってみればアイドルっぽく聞こえてしまう可能性もある楽曲ではあるから、だったらムーブオン的な感じの方がロックフェスとかには合ってるとは思う。うん、あのね、りょうきくんのあの叫ぶところとかもあれもロックフェス向けだしね。うん、B フリーを B ファーストとマーゼルで全員でやったんすよね。で、ここ彼が歌うんだみたいな感じとか、そう、あのランくんがね、うん、やっぱり B フリーを歌ってたところとかは、まあムーブオン組でしたから、ダストの時ね。まあそれもあったんで、すごくなんていうか不思議だったなって思ったけど、だからね、なんか本当にザストの時も思い出すし、ミッションミッションの時も思い出すし、 BE:FIRST がデビューした時とかも思い出すし、あとはアーキテクト会員とかで、それこそ BE:FIRST ができる前というか THEFIRST が始まる前、それこそあの自宅ライブをやってスカイハイとノベルコア君だけだった時代から応援している人たちとかは、その時の時代も思い出すんだろうし、それぞれの思いが凝縮されているものだろうと思うし、当然それはアーティストと BMSG の社員が一番それは色濃く感じるんだろうけど、私たちも言うてその歴の長い長くないというのはあるかもしれないけど、そこは BMSG としては関係なくて、それぞれ自分が何かしらでね思った時期とか、そういったいろんなことを思い出したし、だからまあヨロとかランレイでそういうのを思い出すっていうのはやっぱりザストミンだろうし、ミッションミッションでハマった人はこれも泣けだな、あのレイちゃんとスカイハイがワンモアデイを歌ってるところで、あの後ろにね、あのランくんと生徒くんとカイリュウくんがいてね、でレイちゃんがこうそれを見て泣いちゃったりとかして、でもレイちゃんちゃんと最後まで歌い切りましたね。なんだろうな、ザストの時の、まあ、レイちゃんもあの結構ね強くなったりして泣いたりっていうのがなかったけど、でもザストの時は結構泣いていたのを見ていて、その感じもちょっと思い出して、でもあれは泣かざるを得ないというか、そうなるよねって思ったりもしたしね。うん、あとそれあれだな、あとマーゼルがやはりこうBMSG フェスが終わった後の X でマーゼルすげーって言ってたベスティとかね、他のアーティスト推しの方多くて、まああれはね、だからやっぱりマーゼルはやっぱり初見でという、初見じゃないや、あの一回ライブを見てもらってっていうのが間違いなく正しいと思うし、まあなかなかねそこまで追っていけないよって方もいらっしゃると思うけど、あのねマーゼルやはりすごいですよ。あの配信で Hulu で見る方もぜひちょっとマーゼルにも注目してみてください。まあ、ショート動画でも出しましたが、10月は、まあ、おそらくそのスカイハイもカーニバルをかなりこうね、いい感じで推しているようなので、まあ、BE:FIRST のね、メインストリームもありつつで、ただ11月からツアーにも入るから、もろもろこうなんかプロモーション的な部分では、まあ、マーゼルをがっつり10月から押し上げていこうっていうことのような感じで、あのまあ、ニュアンス的に私が受け取った受け取り方だから違うかもしれないけど、10月以降やはりこうマーゼルをガッと押し上げていくっていう意思をちょっと感じましたんで、その意味でやはり今回このマーゼル の, あのライブを、まあ、BMSG フェスですからもちろん見ることになるので、であの何回もか言いましたし、私もマーゼルを直に何回か見ておりますが、前の時はあれか、あのカウントダウン TV ライブライブフェスティバルの時のマーゼルが最後だったかな。で、それの1週間後ぐらいに東京公演があったので、で、その時の動画でも出したと思いますが、まあ、あの BMSG フェスのマーゼルは、その日に私がカウントダウン TV で、あのライブフェスティバルで見たマーゼルよりもパワーアップしていると思いますから、フェス行かれる方は期待をしてくださいと言いましたが、まさにその通りでした。
ガンガン成長してますね。あと身内だからっていうところもあってね、すごく打ち解けていて語りやすいっていうのもあったみたいですし、その中でも海龍くんのね、笑いのセンスっていうか、トークをガンガン回すみたいなところがあっていいですねっていう形で、でレオくんはね、喋ってるマーゼルの方にも喋ってる、こう喋ったみたいな感じでみんな言っててね、そんな感じでレオくんらしいなと思ったし、最後ランくんに言って、結構さっきから喋ってるみたいな、あーみたいな感じで感じも良かったですしね。でもマーゼルもね、ランくんがいるからビーファーストとの絡みもしやすいっていうのもあるだろうし、そこの部分もすごくね感じましたね。でやっぱタックンはなかなか喋んないから、カイリュウくんがね、この喋ってっていうか話を振って、それで一言喋ってみたいな感じのとかあったりとか、その辺もなんかもうお家系になりそうだなって感じがするけど、はい、いやーなんか語ることが尽きないんですけどね。あとトレーニー陣ですね、大輝くん、ルイくん、カノンくんで、大輝くん、カノンくん、ルイくんで、そう、ルイくんのビジュアルがパク、やばすぎたっていう、めちゃくちゃかっこよかったって話を、結構ね、X で見たんですけど、確かに初見でそれ分かりました。大輝くんとカノンくんもそうだけど、ルイくんはなんか、本当に何だろうな、主人公属性みたいな感じのが、まあ、なんかあるような感じが私はしてるというか、なんか本当に何だろうな、すごいっすね、ルイくんはね。何だろう。言葉が難しいんだけど、こうアニメとかにビジュアルで全然入れるなっていう感じのイケメンでした。っていうことで、なんかちっちゃいルイ君をイメージとしてあるから、なかなかあれなんだけど、ただなんかさっきたまたまトレーニーのラジオをYouTube でやってるやつ見ましたけど、ルイ君でも相変わらず謎のボケをしたりとか、謎の部分はあって、相変わらずそういうところはあるんだなと思って安心もしましたけどね。ですね。で、まあ、それもそうだし。で、BE:FIRST ね。やっぱ BE:FIRST は、BE:FIRST も、こう、2曲ぐらい歌って、それで、後でまた歌ってみたいな感じなんだけど、流れが本当にこう、自然で、今、そうか、BE:FIRST が歌ってる、BE:FIRST の短歌みたいな感じになって、本当に4時間半あったけど、時間、長く感じなくて、で、慢性寝不足の私が全然眠くならずにね、それで入れましたし、メッセージのね、アコースティックバージョンも良かったですし、あとはね、まあメインストリームは歌わないのはしていたので、SOS、こう来るかと思って、あーって思った。そう、なんかね、それからサルビアの竜兵くんの歌い出しがやばすぎるって話はね、聞いてたけど、あれはやばいですね。っていうことで、そう。でね、やっぱりね、BM3 フェスだからなのかな。例えば、その、竜兵くんのそのカリスマ性とか、その魅力もうわっとなってるし、ソータくんのダンスとラップもいつもよりもキレッキレだし、りょうきくんの暴れっぷりもいつもよりもガッチガチだし、で、レオくん、マナトくん、ジュノンくん、シュントくんのもう歌とラップも、本当にいつもの倍ぐらい、すごかったですね。でね、シュントくんの低音がやはりね、私の座ってた席の周りがシュント推しが多かったのかな。やっぱシュントくん来るとうわってなったね。でもね、シュントくんのね、低音来るとね、女性の方はみんな身も抱いてね、悶絶するっていうの感じなんで、あーって思って、でもあれは私にも来るからな。ね、そんなところもあったりしました。で、まあ東京公演2日目だったわけで、スカイハイのライブでダンクの楽曲を歌い、で、やっぱりこう、生徒くんのガッチガチのブレイキングもあったし、ソータくんもね、バッチバチに決めたし、で、まあ、リュウキくんだったりとか、で、リュウヘイくんとかもそうだけど、ジュノンくんが出たの素晴らしかったね。なんか前 X で見た気もしたけど、あそこでジュノン行くんだなと思って、ただジュノンくんも、あれですもんね、負けず嫌いみたいなところもあって、本当にだから、自分がダンス一番上手いメンバーになるぐらいな、そのぐらいのニュアンスでずっと練習してたって話も聞いてるし、まあその辺ですよね。で、そうだな、あとはそうだ、 BMSG イースト、 BMSG ウエストの楽曲もそうだけど、B フリーでやっぱりね、海龍くんの歌はやっぱりやべえだと思った。マナト君やジュノン君とかとはまた違う種類の上手さなんですよね。海龍くんがマーゼルいるのは強えと思ったし、
あとね、直也くんにやられてる人たち X で多かったけど、あれはやられるなと思ったね。あのタクトくんがね、やばかったんですよね。なんかね、もともと彼はそのダンスの方っていうか、まあダンサーでもあったし、ダンスがやっぱりミッションミッションの時とかはそのイメージがあったけど、もう歌唱力ほんと上がってますね。まあ全部語りたいけどなかなかそうもいかないか。うん、まあそんな感じでね、まあいろいろ語りたいんですけども、まあね、本当に感動したっていうこと でしかもなんか同じことを2回言っちゃいそうな感じなので、この辺で今のところ多分重複はしていないと思いたい。カノンくんが MC をして、あのトークをしてるコーナーなんかもありましたね。うん、でスカイハイのライブはめちゃくちゃすごかったっていうことと、そうですね、あコアくんもね、うん、そうコアくんがやっぱね、あのコアくんの MC 泣くんだよな本当に。うん、そうそう、よかったっすね。でまあフォーティンスシンドローム龍平くんね、フォーティンスシンドローム龍平くんが参加していたりとかね。それからあれですね、あのコアくんとシュントくんとリョウキくんのあの MF ね、 MF も歌ってましたし、あとタイガースタイルな、うん、固いこといっぱいあるな。うん、タクト君いましたよ。うん、楽しそうだったね。うん、タクトタイガー、いやーそんな感じでございまして、まあ本当にみんなね、緊張もしていたかもしれないけどリラックスして本当に楽しんでいたなって思ったし、お客さんも楽しんでいたのが伝わりましたし、私たちも楽しかったですよ。うん、っていう感じで、いやーでもね、本当に行ってよかったと思います。現地に行けなかったのは残念ですけど、まあ、また来年ねリベンジできればと思ってますから、まあ2年連続行けてませんからね。うん、まあでもね、まあ無理な場合はあるので、うん、こうやって応援上映とかHuluでの配信とかもしてくれるし、それはありがたい話なんで、ありがたく見させてもらいました。はいはい、まあちょっとまとまりが良くなかったかもしれませんが、まあ本当に興奮して感動しきりの4時間半でございました。うん、配信も皆さんぜひ楽しみにしてください。はい、では私はいろんな動画を撮っていますので、タイトルサムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐに情報が入りますようにチャンネルの登録をお勧めします。では失礼します。言いたいことは今日言っておく。街角の語り部、グランパンパースでした。